皆さんこんにちは、クリンと申します。こんにちは。さあ今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回は、ザ・ベイグラント。ベイグラントは放浪するとか、さすらいのという意味らしく、放浪の剣士ビビアンを操作して物語を進めていくゲーム、そのままのタイトルである。日本のゲーム開発会社、バニラウェアをリスペクトした作品で、中国のインディーゲームスタジオ、OTK ゲームス、による 2D 横スクロールアクションゲームとなっております。これ、そのまんま読むと、オタクゲームス、と読めるよな。はい。このゲームの価格なんと410円。セール時は164円までに下がります。激安な上に日本語対応、さらには、日本語音声も入っています。こんな安くていいのかっていうぐらい安いです。とりあえず買っとくかって買っておいてもいいレベルで安いです。私の1日の昼食の値段より安い。まあこれでどうしようもないぐらい、面白くなかったらまあそれで終わりなんですが、これがまた面白いときたもんだ。開発者様にありがとうとここでお礼申し上げます。さて、気になるゲームの内容を早速ですが見てみましょう。パッドでのゲーム操作を推奨してるみたいですね。はい、こちらがゲーム開始画面です。私はすでにクリア済みなんですが、強くてニューゲームで最初からプレイしていきます。と思ったら序盤少しだけ進んでいたので、ここから開始したいと思います。実は久々にやるものですから、道具の確認やスキルの確認などを行っています。この動画上げるために起動したのがバレバレですよ。やり始めた時はかなりハマって、一気にクリアしてしまいました。さて確認を終えて、進んでいきますがストーリーを簡単に言うと、このビビアンは失踪した父を探しに船で旅に出たのですが、船が嵐で大破してしまい、たどり着いた村でさらに事件に巻き込まれて解決するために来ています。本当に簡潔に言ったわね。その辺は皆さん自分の目で確かめてくださいね。デザインが本当にバニラウェアっぽいですよね。最近では、13騎兵防衛剣が面白いと評判ですね。パッと見たところこのゲームはドラゴンズクラウンにそっくりな感じがします。3年以上かけてこのゲームを開発したそうで、バニラウェア超リスペクトって感じですね。3年以上かけたゲームを410円で売るとか、成人なのかな。私たちができることは、このゲームをたっぷり遊び尽くす。それだけだ。さあ、村を出て帰ってきたら不穏な空気。村がゾンビだらけですよ。この変な中二病っぽい人がやったんだねきっと。ってことで懲らしめましょう。結構強そうな感じですがってか、いきなりボス戦って、何か意味ありげですよね。お、勘が鋭いね。この戦い負け戦なのだ。ただいまは強くてニューゲームだから、倒せちゃうんだよね。だからさっきそれ忘れて頑張って倒しちゃったんだよね。ちなみに倒しちゃうとバッドエンドになってゲームオーバーさ。まあ1周目は頑張っても倒せないと思うけどね。2周目やらないと見られないエンディングなのね。そういうことになるね。安いけど何個かのエンディングがあってしっかり作られてるのよね。皆さんもぜひこやつを倒すぐらい強くなってみてね。やられたらイベント発生です。昔から負けイベントってあるけど最初はわからないから、ポーションとかガブ飲みしてアイテム使っちゃったりするんよね。けど、ロードするのもあれだからそのまま行っちゃうんですけどね。はい、このお姉さんに助けてもらいました。魔法に栄翔がある方が私は好きなんですよね。しかもかなり恥ずかしい感じの。黄昏よりも暗き者、血の流れよりも赤き者、時の流れに埋もれし偉大なる汝の名において、我ここに闇に誓わん。我らが前に立ちふさがりし全ての愚かなる者に、我と汝が力もて、等しく滅びを与えんことを。おお、昔誰しもが栄翔した魔法じゃないか。これは覚えましたものねー。私が好きなのはこれ。やっぱり魔法には栄翔があってこそ、理論は認める。かっこいい栄翔の魔法があったらコメントで教えてください。さて、ゲームの方ですがこの助けてくれた女性の方、さっきの中二病患者の人から呪いを受けてしまったそうで、それを解除するためのアイテムを取ってこいと命令されました。ここまではチュートリアルみたいなもので、ここからが本番。村でお買い物して装備を整えられますが、正直道中拾えるアイテムで武器とか防具もらえますので買わなくてもいいかも。回復ポーションだけ買っておけばいいですね。すげえグラマーなお姉さん。何を売ってくれるんですかねー。卵。
人参、玉ねぎ。このゲーム料理を作って食べることができて、その料理によって能力値の一時的なアップができます。そのための素材って感じですね。いらっしゃいませ。目玉焼きとかサラダ。この他にもたくさん料理があります。レシピを見つけて焚き火があるセーブポイントで作れます。お腹が減っては戦はできぬ。タンパク質大事です。進んでいくとこんな感じで焚き火があります。セーブができるのと、料理が作れます。料理で攻撃力や、防御力などが上がりますので食べておいた方が攻略が楽になります。お腹減ってきたわね。宝箱がありますぞ。勝ち割って開けましょうぞ。ハイルーンを手に入れました。武器にルーンストーンを使って新たな能力を付与することができます。武器によってなんですが、空きスロットがあり、ここにルーンストーンを付与すると、そのルーンストーンが持っている能力を武器に宿すことができます。ルーンストーンの能力は様々あります。能力値アップもそうですが、属性攻撃系もあります。結構作りが凝っていてすごいですね。これで410円ですぞよ。はい、今度はスキルです。スキルは古文書ってのを拾って覚えます。それを右下のように割り振って使います。MP 消費が大きく、乱用できないので使い方を気にする必要があります。難易度もそこそこってことかしらね。そこそこ楽しめる難易度かと思われますぞ。武器によってのフリスピードの違いはあるのですが、モーションの違いはないのでそこだけが少し残念なところですね。言い換えれば武器は剣しかないということです。これで槍とか、二刀流とかあったらさらに楽しいものになったでしょうね。さてここでボス戦です。強くてニューゲームなので楽に倒せちゃいますが、初めは苦労するかもしれません。あ、そうそう右上にマナってのがありますね。あれでレベルアップができます。なので敵を倒してマナを集めてレベルを上げていけば、クリアできると思います。レベルを上げて物理で殴るですね。まあなので詰まるってことはないと思いますのでご安心を。目的のダーククリスタルを手に入れて村に帰りたいと思います。ダーククリスタルってのもまた、12秒アイテム名ですな。属性攻撃は3種類。炎、氷、雷。まあよくある属性ですね。最近の属性は、陰とか闇とか光とか、風、大地とか色々ありますが、ありすぎるのも個人的には鬱陶しく思ってしまいます。5種類ぐらいがベストかねー。皆さんはどうでしょうか。私はツインテール、黒髪、幼女、金髪ですねー。私はそれプラス最近だと獣耳とかハマるようになりました。はい、シートン学園のせいです。猫パラは、好き。さて村に帰ってきまして、お姉さんの呪いを解きましょうか。これで一件落着。無事呪いが取れたようです。これで当初の目的である父を探す旅ができる。と思ったらなんだこれは。なんか不穏な空気ですね。これが縛りプレイってやつですか。魔法って何でもできてすごいですね。もし私に魔法が使えたら、真っ先に幼女になる魔法を覚えます。あー来ました。おまわりさんこっちでーす。幼女に魔法をかけると、警察に捕まってしまう可能性があるからね。自分がなればいいんだよ。ダメだこれは早くなんとかしないと。さて、主人公は呪いをかけられてしまいました。せっかく呪い取ってやったのにこのお姉さんなんてことを。ここから、このお姉さんの手足となって動くのですが。この悪そうな顔、もはや悪役のような。これからどんなことが待ち受けてるのか。それはぜひプレイしてみてくださいね。びっくりするような展開が待っているかも。ということで、いかがだったでしょうか。少しはこのゲームの魅力が伝わったでしょうか。きっとやったらハマること間違いなしですぞ。それではこの辺で失礼いたしますぞ。またのご視聴よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。これからもどんどんおすすめのゲームを紹介していきますわよ。またこれが面白いとかおすすめなゲームがあったら教えてください。一ゲーマーとして遊んでみたいのです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。